皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。ねえマリサ、進撃の巨人は突然死んじゃうキャラがかなり多いわよね。そうだな。実力者でも問答無用で死亡するハードな世界だからな。ということで解説をスタートするぜ。お願いします。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。今回解説するのは進撃の巨人の登場人物、ミケ・ザカリアスだぜ。予想外なの来た。ということで解説していくぜ。ミケ・ザカリアス、進撃の巨人の登場人物で、調査兵団の分隊長だぜ。寡黙な性格だが、初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑う妙な癖があるぜ。これはどうやら、匂いで相手を判断してるらしく、鼻で笑うのは、自分の方が上だと思ってるかららしいぜ。初対面の人の匂いを嗅ぐ癖を除けば別に普通で真面目だったりするぜ。名前の由来は K1 ファイターのマイク・ザンビディスからのようだぜ。強キャラの風格があるわよね。巨人の存在を匂いで感知する能力があり、並外れた嗅覚があるぜ。さらに匂いで相手の感情をある程度読むこともできるようだぜ。また、調査兵団の中でもリヴァイに次ぐ実力があり、本編開始時では調査兵団ナンバー2の実力があったようだぜ。実際、一人で数体の巨人を倒せるほどの実力を持ってるぜ。調査兵団の中でも数少ない回転斬りを披露してる人物でもあるぜ。加えて、勇敢さと冷静な判断力、高い指揮能力があり、調査兵団内での信頼は非常に厚いぜ。調査兵団の中でもベテランの部類のようね。いつから調査兵団に所属していたのかはわからないが、少なくとも5年以上は調査兵団に所属し、生き抜いてるベテランだぜ。団長のエルヴィンとの付き合いも長いような描写もあり、エルヴィンからも信頼されてるぜ。リヴァイの過去が描かれてる悔いなき選択でも登場しており、調査兵団ほど立体機動を使いこなせてなかった段階とはいえ、あのリヴァイをエルヴィンと共に捕まえる活躍を見せてたぜ。少なくとも、リヴァイが調査兵団に入る前はミケの方が実力が上っぽかったわよね。ちなみに、お気に入りの匂いはフルーティーな香りがするナナバらしいぜ。ちなみに、彼の誕生日は原作者のトークショーの質問コーナーで決定したようで、いきなり決まったようだぜ。初期の頃から登場し、強キャラの風格があり、読者から活躍を期待されてたぜ。歳はどうやら、エルヴィンより少し上のようだが、階級は抜かれたようだな。まあ、ミケは特に気にしてなさそうだがな。アニメでは出番が増えてたわよね。そうだな。アニメでは多少出番が増えてたぜ。嗅覚が優れてるがゆえに相手の心理をある程度読めたり、巨人や罠の探知にも優れ、その上、単純な戦闘力があのリヴァイに次ぐ実力を持っており、調査兵団の中でもミケは戦闘において非常に有用な人物であることがわかるぜ。というか、ミケはアッカーマン家のような特別な一族であるような描写がないぜ。にもかかわらず、匂いで相手を探知する特殊能力を持ってたりするぜ。そういう意味ではミケってマジで特殊よね。ということでここからは彼の劇中での活躍を話していくぜ。お願いします。調査兵団の一人として活躍してたぜ。壁外調査の時も多くの巨人を倒してたぜ。その後はストヘスクの戦いには加わらず、ナナバ、ゲルガーたちと104騎兵を軟禁する任務に就くぜ。女型の巨人の正体は兄であると発覚しており、兄と繋がってる人物が調査兵団の中に潜んでるとエルヴィンは考え、怪しい者たちをミケたちが軟禁する任務についてたわけだぜ。犯人はまだ明らかになってなかったわよね。そんな中、ウォールローゼから多数の巨人が接近するぜ。サシャがいち早く気づき、ミケもすぐに気がついたぜ。そして、巨人から逃げようとするが、追いつかれてしまう可能性が高かったため、ミケがしんがりを務めることになったぜ。そして、ある程度巨人を倒し、時間を稼いだことでもう足止めは十分と判断し、馬を呼んで逃亡しようとするぜ。だが、獣の巨人がミケの馬を掴み、ミケに投げ飛ばしたぜ。獣の巨人相当不気味だったわよね。ミケは獣の巨人の突然の行動に対応しきれず、攻撃をまともに受けてしまい、さらには近くにいた巨人に体を噛まれてしまうぜ。獣の巨人がミケを食おうとした巨人を止め、ミケはすぐには殺されなかったぜ。そして、獣の巨人はミケに、立体起動装置について尋ねてたぜ。だが、ミケは恐怖でそれどころではなく、恐怖で何も話せず、動けなかったぜ。この時獣の巨人は、同じ言語のはずなんだがと言っており、進撃の巨人の世界にも外国があることを匂わせてたぜ。
この時点ですでに外の世界にも人がいることが示唆されてたのね。ミケは恐怖で縮こまってしまい、その隙に獣の巨人はミケの立体起動装置を取り上げ、そのまま去ろうとするぜ。ミケは途中で戦意を取り戻し、戦おうとするも、獣の巨人は思い出したかのように近くにいる巨人に、もう動いていいようと指示し、その瞬間、残った巨人が一斉にミケに襲いかかったぜ。このミケの死は無残だったわよね。仮にも調査兵団ナンバー2の実力を誇ってたミケが、泣き叫びながら死ぬというのは生々しく衝撃的なもので、多くの読者、視聴者がトラウマになったぜ。いくら強くても、強い意志を持っていても、死に直面すると恐怖によって冷静さを失うというのが実に生々しいんだよな。獣の巨人さえ来なければミケは死なずに済んだ可能性が高く、運が悪かったとしか言えないぜ。獣の巨人さえいなければ絶対逃げ切れたわよね。また、獣の巨人、ジークがミケから取り上げた立体起動装置はヒーズル国との交渉の際に使われてたぜ。ミケの死は調査兵団にとって大きな損失であったことがわかるぜ。実際、ミケが死んでなければ犠牲が出ずに済んだ事例がいくつも存在するぜ。よく言われてるのがウォールマリア奪還作戦と、マーレ編のワインだな。確かに、ウォールマリアとマーレ編はミケがいれば状況が変わってたかもしれないわね。ミケが生きていたらウォールマリア奪還作戦での犠牲者が少なくて済んだ可能性が高いぜ。というのも、ミケは嗅覚が優れており、彼がいれば、獣の巨人、車力の巨人、ライナー、ベルトルトの位置も即座に探知し、迎撃できたと思われるぜ。少なくとも、ミケがいれば調査兵団がほぼ全滅するなんて事態になった可能性は低いと思われるぜ。獣の巨人の強さは遠距離戦であり、ミケがいれば獣の巨人の得意な遠距離戦に持ち込まずに倒せてたかもしれないんだぜ。遠距離戦に持ち込まれたらミケでも蜂の巣になってたかもだけど、そもそもミケがいればジークを見つけ出して遠距離戦に持ち込まれなかったかもしれないわよね。次に言われてるのが赤ワインだな。マーレ編ではジークの脊髄液が混入した赤ワインが兵団の上層部に振る舞われてしまい、これによって兵団は実質ジークに掌握された状態になり、壊滅してしまったぜ。ジークの脊髄液を取り込んでしまうと、ジークが一声叫ぶだけで巨人化してしまうぜ。ミケなら赤ワインにジークの脊髄液が入ってることに気づかずとも違和感を持ち、飲まなかった可能性が高かったと思うぜ。確かに、普通の赤ワインと、ジークの脊髄液入りのワインだと匂いが違ってた可能性が高いし、ミケなら判別できたかもね。マーレ編でミケがいれば赤ワインに脊髄液が入ってることに気づき、対応されてた可能性が高かったと考えると、ミケは便利すぎたな。進撃の巨人の登場人物は、知らなかったからという無知によって引き起こされる不意打ちによって殺されることが多く、ミケはその不意打ち耐性が高いんだよな。ミケも獣の巨人が物を投げて攻撃してくることが分かってれば対応できた可能性だってあったぜ。索敵やトラップ探知に優れてるから奇襲に対する耐性が高いんだよな。ミケがあのまま生きてたら犠牲が少なくて済み、緊迫感がなくなってしまう可能性が高かったので、そういう意味ではミケは作品の展開の都合で殺されてしまったとも取れるぜ。やっぱり、ミケが死んだのは調査兵団にとっては大きな損失だったことが分かるわね。ということでここからは終盤の話をしていくぜ。ネタバレが多く含まれてるので注意してくれだぜ。お願いします。エレンが世界を踏み潰す地鳴らしを発動させ、世界を踏み潰そうとしてたぜ。そして調査兵団の残党とマーレの残党が手を組むことになり、地鳴らしを止めに行くぜ。だがその過程でハンジが死亡したぜ。ハンジは死後、死んだ仲間たちと再会したぜ。その中にはミケもいたぜ。これが死後の世界だったのか、未知によるものなのか、はたまた幻だったのか、それはわからないぜ。ハンジが死ぬとは思わなかったわ。エレンとの最終決戦が終わった後、リヴァイの前にも仲間たちが幻影として現れたぜ。この仲間たちの中にもミケの姿もあったぜ。これでミケの解説は終わりね。総括すると彼は強キャラの風格があったが、無残な死を遂げたことで多くの読者や視聴者にインパクトを残すことになったぜ。便利すぎる能力ゆえに物語の都合で退場させられてしまった不遇のキャラとも言えるぜ。そうね。
ということで、ミケ・ザカリアスの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。